にちは、マリス・ミゼルの小路です。最近近況ですけどね、最近リハーサルの真っ最中なんですが、すごい筋肉痛です。急な運動をするときは準備運動が大切です。みんなも準備運動をせずにやってライブに来てください。また明日。マリス・ミゼルのゆうきです、最近はライブに向けてのリハーサルの毎日ですが、アルバムもやっと仕上がりまして、と今は、ライブに向けてのミーティングなどの毎日ですね。この間、夏ということで花火が上がってたんですけど、これは残念ながら音しか聞くことができなかったので、なんかの機会があったらまた行ってみたいなとか思ってますけど、今日はこういう場所なんで、ビリヤードでも一つ楽しんで帰りたいなと思っております。¡Gracias!